皆様こんにちはお囃子塾第43話にようこそオーケストラと歌舞伎音楽の違い第3章楽器の性質今日はその5節能式太鼓についてお話しします洋楽ではスネアドラムがよく使われています昔は自然の素材を使っていたと言われますがやがて革は合成フィルム 銅は金属やファイバーでまたスネアには金属コイルが用いられるようになりました洋楽の譜は音の高さを表し音やリズムを一つずつ追いますリズムは一定のテンポの下で刻み腕を自由に使って打ちますそれに対し歌舞伎林に使われる太鼓は伝統的な手法が用いられておりその作り 譜の書き方、リズム、打ち方などすべてが違います。今回は次の順序でお話ししたいと思いますので、最後までご一緒くださいませ。1. 太鼓の作り 2. 手付けと演奏法 3. 脳式手組の使用例 4. 打ってみよう 1. 太鼓の作り太鼓は このように作られています。皮には牛皮が用いられ、真ん中にはヤギの皮でできたバチ皮が貼られています。皮は2本のシラベオと呼ばれる朱色の麻紐で、銅の上下を縦と横に締め上げられています。銅は欅の木がくり抜かれ、良い銅の内側には各々の職人により研究されたカンナメが施されています。 銅を作るのに1年かかると言われています銅の外側には漆、金銀の巻絵で装飾が施され皮も縁には漆が塗られ裏には金箔が施されています太鼓はテレン台の上に乗せて響くようにし先を面取りしたバチを使って演奏します 2. 手付けと演奏法 おでは、譜を手付けと呼びます。そこには音符はなく手組と呼ばれるリズムパターンの名称が主に並んでいます。手組が組み合わされてて曲がでできているのです。手組は打音が言葉になったものと掛け声とで作られています。脳式手組は脳に使われる手組を借りてきたもので「はっはいよー、うん」。 ほっほとったんという8拍のリズムが基本となった弾音と掛け声でできています。打ち方には3種類あります。上から打つでん、革にバチをつけるつ、担ぐかしらです。太鼓を打つときは、まずバチ先を太鼓の幅、目の高さまで上げ、 打ち下ろそうとせず重力で落ちるバチにほんの少し力を添えますまた打つ場所は真ん中に貼ってあるバチ皮からはみ出さないように打ちますそれには技術が必要ですバチを持つ手の力は抜きますが肘から指先までをまっすぐにしたまま打ちます定められた手法により正確な音色を作り 洗練された美しい動きを伴うことが大切とされます 3. 脳式手組の使用例脳式太鼓の演奏法や手組は主に脳から借りた曲などに用いられます例えば前回ご紹介した肝心調の始まりには次第という脳の手組が使われています 手し物などに用いられる楽の相方は、厳ごかで気品に満ちた雰囲気を作ります。能の手組は華やかさ、激しさなど場面に特別な雰囲気が必要なとき、曲が活気づくとき、また曲の最後を飾るチラシと呼ばれる部分などによく使われます。4. 打ってみよう 今日はコカジという曲に用いられるつけ頭を打ってみましょうコカジとは伝説となった名刀ができたいきを歌った曲ですまずは太鼓の基本です太鼓には3種類の打ち方があります上から落とす点川にバ鉢をつけるつそして担ぎ鉢またの名を頭と言います 付け頭は皮にバチをつけるの音つのおとと担ぎバチ、あるいは頭と呼ばれる打ち方でできています。つくつつくつそして頭で左手のバチを右肩に担ぎます。そのとき右手は浮かしています。左のバチが右肩に着くと同時に右手はつを打ちます。 左のチは直ちに「テンと打ち続いて右手のチでもう一つ「テンと打ちますここに掛け声を入れてみましょう「つくつつくつ」2つ目のつくつの句に掛け声の「よ」を一緒に言います「つくつつよ」そして半拍を置いて左手を担ぎながら「ほ」と言います 担いだ鉢は落下させ左鉢で「点」次に右鉢で「点」と打ちますがその「点」に「いよ」の掛け声をかけますいいいいこの短い手組みの後、お下ろし打ち返し。 つけ頭おろしと続きます手組には短いものから長いものまでありますまとめ洋楽で使われる太鼓と歌舞伎林で使われる太鼓では全く道具の製法も演奏法も異なります日本の太鼓は打つつける担ぐの 3つの手法が掛け声と組み合わされて演奏されます。ふわつけと呼ばれ、生姜でできていて、曲は手組をつなげて構成されています。今日はその他、能楽から取り入れられた太鼓の打ち方と手組をご紹介しました。皆様、今日の動画お楽しみいただけましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回は、 芝居式太鼓についてお話しさせていただきます。皆様の温かいコメントお待ちしております。また、いいねボタン、チャンネル登録をお願いできたら嬉しいです。ではまたお会いいたしましょう。